ブラボケラトプスはアメリカ合衆国テキサス州の白亜気候期の地層から発見されたケラトプス科の恐竜トリケラトプスやトロサウルスと並んで世界最大級のツノ竜の一つでもあるブラボケラトプスが産出したのはアメリカテキサス州のジャベリナ総裁株部であるハベリナ類層はアグジャケラトプスを産出するアグハ類層の境界に近いそこからは トロサウルスとされるカスモサウルス赤の断片的な化石が見つかっていたが、ブラボケラトプスは形態的にそれらの化石とは異なる上、相乗的に生息年代に隔たりがあるため別属が設けられた。ブラボケラトプスブレイボセラタップスという属名は野生の角の顔を意味し、ブラボは化石が発見されたリオグランデガーのメキシコでの名称、リオブラーボデルノルテにちなんでいる。 ケラトプスは古代ギリシャ語で、それぞれ、核と顔を意味する単語ケラスとオプスの組み合わせたもので、実質的にツノ流類の意味も含んでいる。種商名、ポリフェムス・ポラフィマスは、本種に固有のフリルの形質から、オデュッセウスの女子誌に登場する巨大なキュクロプスである、ポリペーモスの名を連想、引用したもの。2013年、スティーブン・ウィックとトーマス・レーマンによって命名された。 ブラボケラトプスは分析可能で保存状態の良い断片的な頭骨からなるホロタイプ TMM46015 から1から知られている。基地のカスモサウルス赤には見られない特有の形質の組み合わせを有しており、2つの固有派生形質が確立されている。第一にフリル開口部の間の棒状の骨をなす頭頂骨の中間部が扇のように後部に広がり、 その後端部は切りかけておらず、埋まってもいない。第二に、フリル交端の正中線の円に低い円後頭骨を持ち、開口部を仕切る骨の棒の上面らが、後半の段階において、左右対称のうねりによりくぼんでいる。このくぼみは、上から裂けたような形状であり、サイクロプスの一つ目を思わせる。被災者らは、それが、角のような円後頭骨の規定部を形成したのでは、 ないかと仮定している。これは、化石化の途中で失われた、小中線上の第二援護頭骨が、通常位置している、はずの部分の直下のフリル表面に存在していたことを意味する。それは、アンキケラトプス、または、パキリノサウルスラクス体の頭頂骨の正中線上の、ホームレッドのような、低いコブあるいは、スパイクとして形成された可能性もある。ブラボケラトプスは、 最大級の角流類の一つである。頭骨の大きさは、トリケラトッスやトロサウルスのような他の非常に大きな角流類のそれに匹敵する。頭骨を形成する骨は、細長い開口部、長く頑丈な上眼科角、及び二股に分かれ頬骨と接する、臨場骨、特徴的な狭い尾骨、そして長いフリルの一部が発見されている。 脳箱を構成する骨の一部も発見された。頭骨の構成要素が完全な融合状態を示し、骨表面に細かな溝がありことから生体のものであると考えられる。化石化するより前に約10平方メートルの領域にわたって、ホロタイプの頭骨の様々な部分が完全に崩壊し、散らばってしまったと思われる。角のような、より丈夫な部位の多くは、 風化や侵食が起こったことを示し、頭骨が埋まる前にある程度の期間、露出状態にあったことを示唆している。頭骨の回収された部分は河川により呼ばれた、形跡が見られたものの、それ以外は良好な保存状態であった。ありがとうございます。